築地1号店吉野屋1号店は2018年まで東京都中央区築地の築地市場内にあった吉野屋の第1号店舗吉野屋築地店の通称。吉野屋は1899年に料亭で働いていた松田栄吉が当時流行り始めていた牛飯に目をつけ東京都中央区日本橋の魚市場で個人商店として開いたのが始まりである。 1923年の関東大震災後に、魚市場が築地に移転すると、共に同地へ移転した。この店舗は1945年の東京大空襲で消失したが、戦後すぐに屋台で営業を再開。間もなく店を継いだ松田水穂は、築地での人脈を活かして、再び市場近くで店を持てるよう取り計らい、立地条件の良い角地を獲得し、 1947年に店舗を再開した。これが築地1号店の始まりである。当時の牛丼はうな重と同様にやや高級な食べ物だったが、1日5万人が訪れる築地市場で、吉野屋は味の良さが評判を呼び繁盛した。24時間営業という当時としては、新しいスタイルも深夜、早朝から慌ただしい市場関係者から歓迎された。 1958年に松田は吉野家を株式会社化し、年賞を6倍の1億円にするという目標を達成するため、品質を維持しながら客席の回転数を上げるため工夫を重ねた。例えば牛丼以外のメニューを全廃する具は牛肉と玉ねぎだけにする従業員は体力のある男性を主力としオペレーションの教育を 徹底する牛肉の加工は、練馬の畜産工場で行い店舗は盛り付けに注力できるようにする、など。1959年に数十メートル離れた東京都中央区築地五の2の11号館へ移転。1965年には年商1億の目標を達成し、さらに事業を拡大するため、松田は1968年に初めて、 月地以外の2号店を出店した。2004年には、牛海面上農商問題で、米国産牛肉が輸入できなくなり、吉野家のメニューから一時的に牛丼が消えたことも、あったが、1号店だけは、国産牛を使って、牛丼の提供を続けた。吉野家のアルバイトから会長にまで上り詰め、ミスター牛丼と呼ばれた、安倍修司も1号店での勤務経験があるという。 一号店は2018年時点で国内外2000店を超える吉野家のファンから吉地牛発祥の地、聖地として長らく親しまれたが築地市場が豊洲市場へ移転するのに伴い閉店が決まり2018年10月6日の閉店日には長蛇の列ができて SNS でも話題になった閉店5日後の2018年10月11日には 実質的な後継店舗である、豊洲市場店がオープンしており、1号店ではなくなるが、1号店、独自のオペレーションも多くが引き継がれている。店舗跡近くの並所、稲荷神社には、大きく、吉野屋と刻まれた、記念石碑が2016年に奉納されてあり、築地に1号店があったことを伝えている。24時間営業を行う多くの吉野屋の店舗と、異なり、 営業時間が5時から13時までの8時間となっており、日曜日が定休日となっていた。築地で開店した当初から、店内はこの地型のカウンター席が設けられていた。従業員の動線が効率的なこの地型カウンターは、今でこそ居酒屋などでよく見かけるが、元はこの吉野屋1号店が発祥と言われる。一号店は客に注文票を渡さず、メニューに応じて、 器の色を使い分け、それで会計を行った。他の吉野家店舗で、ポスシステムが導入されてもこの方式は変えておらず、豊洲市場店でも同様のオペレーションとなっている。木箱の箸入れが壁にかかっていたのも1号店だけで、カウンターに座っている客は後ろを向いて壁から箸を取ることになるが、せっかちな仲卸の人たちが立ち食いできるようにとの、はからいであり、 手ゼマな店内を効率的に使うための工夫でもあり、1号店の歴史を刻むシンボルになっていた。1号店は味にうるさい客が多く、高い技術の社員が店長につくのが常で、何百人という常連客の顔と注文内容を記憶して代々の店長に引き継ぎ、客が黙っていても、その好みのメニューを出すことができた。縦にない1号店ならではの特殊オーダー。 マニュアル対応が基本のチェーン店では異例の対応だが食品卸市場近くという立地上下の越えた客が多くそうした客のこだわりに応えるため裏メニューは始まった例、頭の大盛りを初めて公式メニュー化したのは1号店である豊洲市場店でも裏メニューは受け継ぐ予定だが営業を軌道に乗せるため2018年内は 裏メニューの提供を見送る方針であるという、ありがとうございます。